はいどうも、マックス・メダックス予想、どうマックスです。ということで、本日もですね、こちら、石橋貴明セレクションやっていきたいと思います。ということで、追加30連やっていくんですけど、狙いはこんな感じで、丸マー君の3選手がね、特に欲しいんで、早速引いていきたいと思います。ということで、40連目ですね。はい、ということで、引いていきます。来た！いきなり40連目だ。俺、チーム中日にしてるから。これ、大島当たるんじゃん。大島か。DeNA にしとけばよかった。はい、いきなり40連目からもう激アツの日。大きた！はい、完璧。完璧。飛んで。久しぶりの幸子様。1連目。おお、糸井選手。ってことは2枚引き？やった。荻野選手、3枚目。よし、松山選手、4枚目。もう3枚引き。アリエル・マルティネス。大島じゃなかった。けど、これはめっちゃ嬉しい。これ、マルティネス選手って、中日のキャッチャーなんですけど、自分、中日人生も集めてて、中日のキャッチャーが唯一いなかったんですよね。だから、めっちゃ上がって嬉しかった。嬉しいです。10連目。おー、これ、予感来るね。来るんじゃない？A ランクの安崎選手来たってことはあるんじゃない？この安崎選手が。はい、50年目入れていきたいと思います。さあ、もう S ランクばっかり出ていいの？今回どうしようかな。本当に安崎選手と丸選手、狙いが誰も来おへんかったらもう10連引っ張るの。当たらない。で、吹っ飛びます。いない。外れた。佐野選手、山本選手、福田選手、井上選手、鈴木選手、西川選手。今年オールスター結構面白かったよね。申告敬遠もあったり、バントあったりとかで、リクエストもあったりして、なんか今までないオールスターでね、自分もちょっとメッドライフ行きたかったんですけどね、抽選外れてしまったんですよね。あ、一応ここで確定です。はい、60連目。いやー、今年は佐藤輝明選手ね、2戦目のいきなりホームラン打ったんで、ちょっとびっくりしましたね。あれちょっとびっくりしましたよ、ほんと。はい、60連目。どうだ？さあ、ニコって、ニコラズ・ケイジ。はい。あー、クロン。京田選手、5枚目。あー、森選手。この辺は結構いいかも。岡本選手、福選手。8枚目、秋山選手。9枚目、中島選手。さあ、10枚目、頼む、安明選手、丸選手。カバーな。うわ、最悪。マジ、これは最悪ですね。はい、